こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカの、定番オールドレンズですね、エルマーの 50mm、はい、F3.5 スクリューマウントになりますね。ご覧の通りの、クロームですね、はい、クロームメッキのバリエーションになります。でもってですね、ご覧いただいてます通り、この前玉にですねブルーのコーティングがかかっております。シリアルが866733ですので、1951年のドイツ製エルマー 50mm ですね、こちらは戦後型といわれですね、戦後型のバリエーションモデルになっております。はい、では外観から見ていきますけれども、ご覧いただいてます通り大変綺麗な状態ですね、バレルもこうまだまだピカピカしてますし、歪んだりとかですね、どっかにぶつけたり擦ったりしたような跡もありませんし、メッキの摩耗もない状態ですね。大変綺麗な状態をキープしている個体です。レンズもですね、前玉後玉ともにですね、擦り傷ひっかき傷、コーティングの剥離とか摩耗もない綺麗な状態ですね。はい、中玉にですねうっすらとなんですけれども、ちょっと曇りがちょっと出てまして、極端な逆光状態でなければ、撮影して画質にですね白っぽくなったりとか影響はないと思うんですけれども、一応ご留意ください。はい、LED とかですね、こう強い光源に照らさないとちょっとわかんないレベルですね。ちょっとビデオでも見にくいかなとは思いますけれども、はい、普通に蛍光灯ですね、透かした程度ではわからないぐらいの薄い曇りです。はい、あとは絞りですね。絞りも軽快に、滑らかに動いてますね。硬くなったりしてませんね。羽の痛み、油の乗りもない感じです。で、この振動もスムーズにしてますね。はい、ロックもしっくりと決まってます。で、ピントのヘリコイドもですね、滑らかに、ちゃんと、このグリスも効いてですね、滑らかにいっぱいまで一定のトルクで動いております。無限ロックもしっかり効いてますね。付属品がこちらのリアキャップとフロントキャップになっております。まあ、純正じゃないキャップですけれども、まあ、おまけ程度に考えていただければと思います。はい、ということで、非常にいい状態のですね、まあ、このままで撮影して全く、画質に影響のないですね、いい状態のエルマー 50mm F3.5 振動タイプ、スクリューマウントですけれども、念のためですね、末永くお使いいただくために、改めて全体的な分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、ライカの人気定番オールドレンズ、エルマーの 50mmF3.5 スクリューマウント振動タイプになります。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。